星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。皆さんこんばんは、星持ち彗星です。皆さんこんばんは、田所あずさです。この番組は交わらない平行線の世界にいる VTuber である私星持ち彗星と声優田所あずさの2人がラジオを通じて声優と VTuber の垣根を越えて次元を越えていく番組です。先祝いつむ回目わかりにく126他になんかないの、いい語呂合わせありそうだけど、いい26の日、はい、いい26の日です、はい、気づけば8月も終わりがけ、あっという間だね。でもさ、9月も暑いよね。暑いんだまだ8月、この今はさ、まださ、うん、その夏、完全なる夏、完全なる夏、もう溶けちゃうよ9月のね、残暑もさ、うん、なんかムシムシしてるからさ、うん、それが嫌だよね。本当に嫌だ。湿っぽいのよ。湿っぽいね、カラッとしてるのも嫌だけど、うん、湿っぽいのも嫌だ。なんか息吸いにくいよね苦しくなっちゃう、うん、本当に苦しいって。ちなみに皆さんも大丈夫かな。はい、学生さんはそろそろ夏休み明ける。かわいそうそう、私たちないですからね、夏休み。逆にね、ないからかわいそうとかもないもんね。うん、うん、ない。なければなければね、そう、そんなのないから。そう、やっぱ明けが一番辛いから、休み明けが一番辛い、ね。宿題どうなってるんでしょうか。宿題最初にやる派だったっけ。いや、もう全部最後ですね。ああ、そうですか。やったことないですねやったことないって言った大人になっても、うん、もう締め切り直前にいつも当てに出すタイプ、ね、あ、そうなんですね。え、スイちゃんは。なんかでも昔は私もそうだったけど、最近は割と、うん、10日前とかに出してるかも。えらー、偉くない。なんで評価されてもいいと思うその分内申点欲しい。あでもそういう制度があれば、うん、締め切りよりも早く出せば、うん、なんかそのちょっとボーナスもらえるよみたいな、ね、うん、だったら確かに頑張るね。ね、うん、あ、そうなんだよ。そういう世界にしよう。そうしよう、うちらが変えていこうはい、はい、ということで早速始めていきましょう。もしもち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル、今夜も平行線からスタートします。もしもち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。改めまして、星街彗星です。田所あずさです。はい、では近況をお話ししていきます。彗ちゃんはセカンドソロライブシャウトインクライシス8月30日にブルーレイが発売するので、渋谷で現在地方広告を担当してるそうですね。そうですね。そうなんです。すごい、地方言ってんの。そうなの、渋谷の皆さんっつって、3、2、1、今日も可愛いっつって。それじゃあ渋谷のスクランブル交差点とかで、うん、やばいってみんな聞こえるってこと。みんな言ってるってこと。言ってねえだろどうなんだろうちょっとさ、見に行ったことないから自分でもしかしたら毎日21時に今日もかわいいっているかもしれない。え、本当だ、今日もかわいい言ってるんじゃない。みんな言ってんのか、今日もかわいいって。この日に撮った動画は、うん、ピッピッピッ進んでくださいピッピッピッっていう警備員の声しか入ってなかった確かにね、うん、止まっちゃうだろうねみんな。あと JK があのウェイ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 ってやってる声も聞こえた。あ、確かにね、うん、9月3日までなんで、うん、スイちゃん見に行ったの。見に行ってないよ。行けよ。あ、はいなんかだって21時にあそこら辺歩くことないしね。あ、まあ ね確かにね、行けよって言っといてあれだけど、うん、21時はないね、もう、うんうん、もう帰ってる、うん、そうね。ね、みんなでもやっぱりそれを目的で行くのかな、仕事終わりとかでね。確かに行くんか ね大変だわすごいそうだね。スクランブル交差点、海外の方の観光スポット上位。まあそうですよね、めっちゃいらっしゃいますもん ねなんかあそこ通るたびにさ、カメラでこうやって撮ってる人いるけど、うん、あれはなんで珍しいんだ。あ、一気にはないんだ。でもなんであれ一気になんですかね。逆にめんどくさいのかな。あ、めんどくさいのか、一気にケアーみたいな車も一気に怖いみたいな。危ないけどね普通に ねぶつかるしね。
ぶつかるようになってるしね、なんかそうだね、バッテンになってるじゃん。ぶつかれってなってるもんね。ぶつかってくださいみたいな感じになってるもんね。確かに不思議だわ言われてみれば。まあ、でもさ、よく考えたらあれはさ、うん、我々にはちょっと程遠いスクランブルですよね、うん、あ、我々平行線ですからね。みんなだから渋谷も平行線にした方がいい、ね、そういう運動をしていこう、これから。そういう運動を、はいはい、そしてみなとアクアちゃんの5周年ライブにも出演していたそうで。はい、しました、おめでとうございました。え、ちょっと薄くない？だってもうアクタンとはね、うん、いつも仲良くさせていただいてて。アクタンね、アクタン、ピンクと水色の人だ。あ、そうです、うん、あの俺の彼女って言ってるんですけど。え、どっちが？私が。あ、そうなの？あ、そうです、はい、そういう関係なんだ。あ、そうです。ぜひぜひそう思っていただいて。なんか結構あれなんだね、いろいろあるんだね、うん、なんか。あ、そうですね、ドロドロしてるね。ドロドロしてる。 VTuber さん界隈ってなんかドロドロしてる、うん、はい、ありました、踊りました、歌いました、一曲。はい、ありがとうございました。はい、一曲やらせていただきました。何歌ったの？ノータイトルという歌をね。知らなそう。いや、もう疎くなってきちゃった。疎いですからね、世間に疎くなってきちゃったよ本当に。そんなコロちゃんは、うん、RRR を見てきたそうですね。そうなんですよ。何ですか RRR って？これはあのインドの映画で、うん、もう今めちゃくちゃ大ヒットしてるやつなんだけど、うん、なんて説明したらいいんですか、インド映画で。踊るの？踊るよ。 ナートゥっていう、あ、そう、踊りとかもガンガン踊るし、でも全編踊ってるわけじゃない、結構あのストーリーもあって、なんかね、本当あの他の、 あの方の感想であったんだけど、うん、全部ずっとクライマックスみたいな、あの映画で、うん、本当にね、なんか3時間あって結構長いんだけど、うん、体感は本当に30分ぐらい、もうずっとで、なんかね、あのめちゃくちゃ元気が出る映画なんですよ、うん、これはあのぜひね、そのインド映画とかに触れたことない人でも見たらめちゃくちゃ心躍るような、うん、あのなんか王道展開もあるし、はあはあ、すごいね、あのすっきりする、もうすっきりするんだ、そう、ビタミン、心のビタミン映画って感じ。今ちょっと踊ってるところも見せてもらってますけども、キレがやばいでしょ、うん、インド映画ってなんで毎回踊るの？やっぱそれでこう感情を表すっていう、きっと、おー、うん、そうですね、こ、まあ、ここはこのシーンはそうですね、ミュージカル、うん、まあでも歌も結構歌ったりするね、歌で人の心を、群衆を動かすみたいなシーンもあって、そうか、歌をね、はい、なりわいにしてる方もきっと刺さるような、はい、そうで、まあ私があの、まあ、機会でも参加させてもらってるんですけど。あ、そうなんだ。そうそうそう、はいはい、それであの劇場に、うん、あの見に行って、うん、あのもう2回目、劇場で見たら2回目なんだけど、めっちゃ見るやん。そう、1回目はそのお話いただいてから、うん、そう、字幕で見て、はいはいはい、でこの間吹き替え版で見てきたんだけど、うん、もう2回見ても本当面白い、何回見ても多分面白いと思う。これ誰役やってんの？これは私はマンリと、あとこのおじさん2人の片方の幼少期役。あ、幼少期ね、おじさん役かと思った。ちょっと声帯すごすぎるでしょ。そんな屈強なホームとかやんのと思って。さすがにね、いや、やりたかったけど、やりたかったけどさすがにできなかったけど、そう、でもなんかそういう劇場のスクリーンで、うん、なんか吹き替えで自分の声を聞くのが、うん、私初めてだったから。え、そうなんだ。そう、あのなかなかこう上映される作品を吹き替えるって機会がなくて、うん、もう上映された後に DVD 化するためにその吹き替えを入れたりとか、うん、なんかそういうのが結構多いのね、うん、まあ、配信用に入れたりとか、はいはいはい、そう、劇場に公開する映画を吹き替えたのがあの結構やっぱ人気作じゃないとなかなかないわけ、うんうんうん、そうからね、めっちゃね、あの貴重な体験ができてね、うん、嬉しかったね。あれはあのミリの映画みたいな。あ、そう、あ、でもあれは吹き替えじゃなくてアニメ。そっか、そうそう、吹き替えは初めてだった。吹き替えは初めてか。あ、そう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 、そうなのよ。そう、ミリも今、うん、ありがとう、あ、絶賛、はい、絶賛公開中ですので。あ、そうなんだ今。うん、そう、いつまで？まだ第1幕が、この放送、今放送してる日はまだ第1幕がやってると思う。で第3幕構成で、うんうん、そうやってるので、やってる、そう、まあ、テレビアニメでもまあ放送するから、あのもしちょっと気になるなみたいな、うん、まあ、
劇場に足を運んでほしいですけど、うん、まあテレビでもやるので、うん、見てください。どっちでも楽しめるっていうね。そうです、ありがとうございます。はい、言っていただき、私もじゃあ見に行きます。嘘だろ。 RRR と、うん、ミリ。でも RRR、うん、本当に面白いと思う。字幕でも全然本当、なんかお姉ちゃんとか誘って、うん、元気もらいに行ったり。元気もらいに。本当に面白い。コメディなの？まあ、コメディ、いやどうだろう、真剣なんだけど面白い。真剣なんだ。笑えるとかもある。いや本当面白いからね、おすすめです、うん、ぜひぜひ見に行こう。はい、はい、では、はい、メールを紹介します。ラジオネームムッシュさんからいただきました。ありがとうございます。スイちゃん、コラーズさん、こんばんは。こんばんは。コラーズさんが鷲崎さんの夜な夜なにお呼ばれされたと知って、これは応援せねばとリアルタイムで見ました、うん、ありがとう。鷲崎さんのトークペースについていけるか心配でしたが、杞憂でしたね、うんうん、いつもの誘われても行きませんという鉄板トークも受けてましたし、あ、鉄板トークだったのこれ。鉄板トーク、普段やらないような動きも鷲崎さんに合わせてやってみたり、おまけでも泣くほど笑っていてすごく楽しんでいるようで安心しました。そして何よりアコギ一本での生歌は期待をはるかに超える素晴らしさで大満足。ありがとうございます。1週目は愛子さんのキスハグで高音の美しさを堪能できたし、2週目は星野源さんのアイデアでの低音の響きがすごく心地よかったです。コロワーズさんの歌声の良さをたっぷり味わえるめっちゃいい選曲だと思いました。残りの週もどんな楽曲歌われるのか楽しみにしています。スイちゃんも父町がギターを弾かれるみたいだから、アコギで生歌どうですか？確かに。いや、スイちゃんもなんかそういうラジオでなんか気楽に一曲、はいはい、まあ、ワンコーラスとかでなんか歌うのとかやってほしいけどね、はい、たまに。ねえ、まあ、自分がさ弾けたらさ、うん、パッと弾いてさ、うん、YouTube ショートとかにさ、上げてさ、うん、できたけどさ、うん、弾けないしね。パパ町とさ、パパ町にパパッと弾いてもらって無理だ。でもなんか、うん、いいよな、そういうさ、うん、音少なめの感じで、うん、スイちゃんに歌ってほしいけどな、たまには。え、でもね、うん、この平行線スクランブルの前の番組でですね、うん、この1本で2曲、うわ大変とか、そうアコギでやってた。アコギだったんだ。そう、あ、そう、アコギで全部カバーしてくれて。うわーすげー。そう、アイマスの歌とかも歌わせてもらいましたね。アコギで、アコギでアコギでアイマス、アイマス。もうなんかそのコピーする人が、うん、毎回大変だって言いながら弾いてくれてた。うん、それはもう嬉しいだろうね、ファンの人は。でも楽しかったな。ね、大変だろうけど、ね、アコギの人が一番大変だろう ね、 ね、毎度練習して ね、うん、ね、準備していかなきゃいけないから、まあ、いつかね、うん、またね、いつか気が向いたら、アコギね、気が向いたらね、やってくださいよ。うん、続いて平行線ネーム青勝さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。スイちゃん、コラちゃん、こんにちは。こんにちは。ちょっと前にホロライブとタワーオブスカイでコラボをして、うん、スイちゃんも参加していましたね、うん、最近そのタワーオブスカイの新キャラクターが追加されたのですが、うん、キャラクターボイスをコロちゃんが担当しているんです。そうなの？あ、そうそう、スイちゃんとコロちゃんのキャラ揃えれば実質センスクじゃんとか浅はかな考えをしていたら見事に爆死しました、畜生。最後になりますが、最近暑いですし、お体にお気をつけて無理しない程度にお仕事や配信活動頑張ってください。全力で応援してます、はい、ちなみにスイちゃんの進化ボイスは家賃より安かったんでしょ、でした。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。言ったな。何と 何を比べて家賃より安かったのこれ。どういうこと。ガチャ代と課金額ってことだよね。うわー、すごい、やっぱ自分が分かってるからこの言葉が出るんだね。でもタワスカさんが台本を作ってくれたわけよ。そうなんだ。だからタワスカさんがめっちゃいろんな、うん、多分配信を見てくれてて、うわーすげー。で、あ、こんなセリフ懐かしい、2年前じゃねみたいな、2,3 年前なんだけどみたいなセリフとか結構入ってて。え、じゃあ実際に言ったことがある言葉、うん、ある、怖いこと言うなよ。多分なんかのガチャ配信とかで
まだ家賃より安いとか、うん、まだ家賃超えてないとか言いながら多分課金してたんだと思う。あ、そう、スイちゃんが課金してたって。あ、そうそう、私が。あ、やばいな、家賃いくらか知らないけど怖いな。やばい、家賃超えた、家賃超えたっつって。その時はね8万の、あのお家に住んでましたから。あ、うわ、でも8万高い。高い。やばい、家賃超えたみたいな。え、待って、でも進化、待って、進化ボイスでこれって言って。なんかさ、我々はさ、まあ、進化ボイスって書いてあったらさ、うん、ちょっと晴れやかな感じで言ったりするんだけどさ、はい、これとんだテンション、はい、何、いや、でもこれタワスカさんが考えたから。どういう気持ちで言うのこれ。家賃より安かったんでしょって言った。あ、そうなんだ。うん、でも実際さ、なんか自分の自分を演じるわけじゃん、うん、なんかどうやって、ね、やるんだろうってすごい気になる、ね、そこは塩梅難しいよね、うんうん、まあでもなんかいつもの配信のテンションで大丈夫ですって毎回ディレクターさんには、そうなんだ、うん、言われるし、その場でなんか、うん、私あんまりこういう語尾じゃないみたいな、なんとか変えたりするんだ、だわみたいなってなってたら、ちょっと違うんでだねとかにしますねみたいな、って言ってその場で変えたりとかもある。あ、そうなんだ、うん、やっぱ全然違うわ。え、それこそさ、ね、ディレクションとかってさ、うん、しようがなくない？スイちゃんがやったものが正解だからさ、だから毎回その言われるのは、うん、あの言われることとしたら、うん、もうちょっとはっちゃけてみてとか、あ、もうちょっとトーン落としてみてぐらいしか言われないかも。VTuber さんもボイス販売とかするよね。するね。そうだよね。私もう久しくしてないですけどね。ボイス販売って何ですか？セリフを、シチュエーションボイス。そう、そうなんだ。みんな夏祭りとか一緒に夏祭り行くよみたいな。ちょっと待って。なんかバカにしてない。してないし。声。ボイスをね。だからみんな可愛い声だからさ。もうね。え、花火。どっちが鼻に落ちるか競争って。鼻詰まった。今日鼻詰まってるからしょうがないよね。台本も自分で作る。あ、でも自分で作る人と台本を作ってもらう人といて、私は昔やってた時は、そう、届く台本が、あのなんかすごいガチ恋向けというか、あのなんとかくん大好きチョコレートはいみたいな、そんなんじゃない私みたいな、鼻詰まってんの何だろう、ね、毎回。だからなんか自分でめちゃくちゃ修正して、うん、やってた。でもファンとしては、うん、あ、そういうのがリアルなんだねって思って。そっちの方がガチ恋しそうだけどね。やだやだやだっていうの。サンプルボイスと一緒。あー、なるほどね。サンプルボイス自分で作るの？作んない作んない。あ、作んない。私はあの作っていただいてるのし、うん、まあまあ自分ではないので一応。へー、そう、自分じゃなかったらじゃあ恥ずかしくないんだ。そうだね。まあでもさすがにそうだよね。そうだね、こんなにやってたらね。こんなにやってた。自分の方が恥ずかしいかな、どちらかというか。そうだよね。スイちゃんもこういうのやるときは、そのどの時代のスイちゃんでやるのか気になるわ。もう今の時代しかやらないですから。今のスイちゃん、はい、はい、というわけでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちへのメッセージお待ちしております。星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。バーチャルさんと声優さんと普通の人、私たちはそれぞれ別の次元に生きています。そこでこのコーナーでは、さまざまなシチュエーションにおけるバーチャル界と声優界、さらにおまけで普通の人がどんな違いが出るのか送ってもらうコーナーです。ではメールを紹介していきます。はい、ラジオネーム大輔さんからいただきました、はい、シチュエーションリレー、普通の人、運動会、声優さん、運動会、バーチャルさん、グループで連続して配信枠を取ること。へえ、そうですね。リレー配信、リレー配信、歌枠リレーとか今流行ってて、
それは同じ歌を歌うの？うん、なんかただ歌う枠をリレーして30分ずつでみんなでやるみたいな。へえ、そうなんだ、うん、感じのやつが今流行ってて、うん、夏やってましたね、うちも。スイちゃんも？私はやってない。あ、ホロライブさんがそう、ホロライブが。あ、そうなんだ。希望者だけで、なんか今個人勢の VTuber の中で歌枠リレーがめっちゃ流行ってて。あ、そうなんだ。みんな乱立してる。でその中でもなんかもうありすぎてみんな個性を出さないといけないからコンセプトをつけようみたいになってきて、夏だ祭りだ歌うくリレーとか、なんか冬の歌うくリレーみたいな、そう、なんかコンセプトの取り合いになってる今。あ、そうなんだ、うん、そうやってやっぱ盛り上げているんだね。そうですね。お次、ラジオネーム M やんさんからいただきました。シチュエーション、夏祭り、普通の人。お小遣いで何を食べるかめっちゃ悩んでる。バーチャルさん、花火を見ると思わず実況したくなる。声優さん、イベントでしょっちゅう浴衣を着てるからプライベートは普段着がいい。え、そうなの？私あんまり今着ないけど、うん、でも確かに普段着がいいね、もうお祭りはめんどくさいもんね。浴衣そんな着てたの、イベントで。うん、私はあんま着ないけど、うん、まあ風物詩ではあるんじゃない。へえ、着たい。あ、え、スイちゃん着る浴衣とか。浴衣あるあるある、うん、浴衣持ってんの？持ってます。あ、そうなんだ。9種類ぐらいあるわ。めっちゃ着てんじゃん。いいの、パッて色変えれるからね。そこがいいとこだからね。そうだね、いいな。紺とか似合いそう。あ、紺ある、紺ある、うん、あと緑とかも意外と似合いそう。あ、緑ある、緑あるね、絶対似合う。はい、続いてラジオネーム、赤道さん、赤道さんからいただきました。シチュエーション、不揃いの靴下、普通の人。人に見られるので履かない。声優さん、視聴者には見えないけど履かない。バーチャルさん、むしろ不揃いで仕立てる。あー、確かにね、不揃いの人が多いわ。あ、そうなの。うん、もうこっちだけ長いとか。あー、みこっち。そうだよね、そう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 、こっちとこっちで色が違うとか。うん、確かに余裕でありますね。やっぱ映えるからかな。可愛いんじゃない。可愛い。え、でもさ、リアルファッションであんま見ないよね。なかなかすごいよね、それでまとめるの、ね、すごいよね、ないの、うん、可愛いなと思うんだけど、うん、VTuber で左右不揃いなの、うん、でもリアルであんま見ないの。やっぱさ、なんかキャラ先行でさ、うん、あの衣装が出来上がる、ミリオンとかもそうなんだけどさ、うん、そっからあの人間用に衣装を、うん、あの組み立てることとかあるんだけど、うん、やっぱその人間が似合う服と、うん、そのキャラクターが似合う服って全然違くて。そうだよね。そう、あれみたいな、人間が着たらこんな感じになるのみたいな。なんかさ、ウエストの細さにいつもギャップを感じる。あー、まああれ細すぎる、細すぎるよね。ある、本当に内臓入ってるみたいな。だ、肋骨あるみたいな。そう、なんか意外とね、そのあるよね、うん、実はね、うん、割と肩幅もあるしさ、女の子。そう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 、だからなんかコルセットとかつけた時に、うん、なんか寸胴に見えるみたいな、うん、なるよね。なる。だし逆になんかその人間専攻で、うん、あの作った衣装を、うん、そのキャラクターに着てると、うん、なんか地味だなみたいな、うん、え、そんなことあんの。そう、なんかこうやっぱりこうなんだキャラクターはやっぱ派手な衣装の方が意外と、うん、あの画面映えするたりなんかあるよね。人間選考あんの。人間選考もあったよ。あったの。そう。え、コロちゃんの私服。いやいやいや、私服はないよ。今の服、 T シャツ、もうこんな今私服着てる、が着るの、これ着てたらもうやばいと思うよ。めちゃくちゃ田舎になると思うよ。田舎。なんか、まあ、似合わないかも。そう、ラインがゼロじゃん。そうだ、ね、今ライン何も見えないでしょ。そうだね。やっぱさ、キャラクターはさ、ラインがいかに出るかの気がするわ。確かにね、うんうん、はい、はい、こんな感じでシチュエーションごとのバーチャル声優普通の世界での違いについて送ってきてください。以上、バーチャルさんと声優さんと普通の人のコーナーでした。星町水星、田所あずさ、平行線スクランブル。
お送りしてきました星町彗星田所あずさ平行線スクランブル。今回の平行線が交わったかわからぬままエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号105-8000に文化放送超 A&G プラス星町彗星田所あずさ平行線スクランブルまで。メールの場合はすべて小文字でsuikoro@joqr.net sukoro@joqr.net。スイコロの綴りは SUIKORO です。公式 X もありますのでそちらもチェックしてくださいね。やだなまた本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 V&R チャンネルにアップされますのでぜひチェックしてください。はい、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。 X やだな抵抗ありますか。一生言ってる。なんか最近 X さ、ひび入ったの知ってる。いや私まだね、あのアップデートしてない。ツイッターだから、まだ鳥、まだ鳥、まだ鳥、本当だ、ひび入ってるじゃん。そう、多分ここがこれから割れて、ここから鳥がまた出てくるいいなえ、そうなの。そうそうそうだよ、鳥出てくんの。そうだよ、ちょ楽しみにしてて。楽しみにする。いや変えなくていいよそれ。そう、まだ鳥だから、鳥のまんまでいいよ。私も鳥のままにしたかった。もう一回アップデートしちゃうとね、おしまいだからね、元には戻れない。はい、はい、というわけでここでお知らせです。まず田所からです。9月2日土曜日にどうせ我々なんての番組イベントに出演いたします。会場に来られる方は一緒に楽しみましょう。またライブグッズの事後通販を田所あずさオフィシャルストアにて行っております。ライブで披露した新曲ラストサーズデーのダウンロードカードも販売中ですのでよろしくお願いいたします。はい、スイちゃんからです。9月30日10月1日に熊本県で開催される野外フェスアソロックフェスティバルファイヤー2023に出演します。イベント初日のトリを務めさせていただきますのでぜひ会場に足を運んできてくれると嬉しいです。現地チケット発売中ですので詳しくはアソロックフェスティバルのホームページをご覧ください。そして、今年1月に開催した星町彗星セカンドソロライブシャウトインクライシスのブルーレイが8月30日に発売開始されます。ライブのハッシュタグギラギラ星町をイメージしたパッケージデザインとなっておりますのでぜひ手に取ってチェックしてください。また YouTube でライブダイジェスト映像も公開中ですのでそちらも合わせてチェックしてください。それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手は星町彗星と田所あずさでした。バイバイ。